はい、今日はですね、愛知県豊田市にある田投げアドベンチャーフィールドに来ています。見ました、この新型ランク70。今日はこれに乗りたいと思います。で、今日乗っていただくのはこの人。はい、皆さんこんにちは、四駆専門ライターの川村です。よろしくお願いします。はい、では試乗に行ってみたいと思います。ここはローレンジで走ります。まずニュートラルに入れてトランスファーレバーを引くとハイレンジに入って、ここからちょっと引き上げて、さらにニュートラルを通り越して VSC オフの表示が出たらローレンジに入ってます。これでドライブで行きましょう。ドライブレンジで行きましょう。結構低い速度で走り出しますね。ギア比がローのローレンジが低く感じられます。この車はパートタイムの 4WD で、街中アスファルトの上では基本的に FR の 2WD で走ります。そしてオフロードに来るとこの前後直結の 4WD に入れて走る。逆に言うと街中では直結の 4WD では走らないようにしてください。オフロードで初めてこの直結 4WD の威力が生きてくると、そういった感じです。で、今回搭載されたこの 2.8 リッター直列4気筒のディーゼルエンジン、もともとランドクルーザープラドに搭載されていたものなんですが、ギア比がプラドの6速オートマチックミッションに対して、この車の最終的なファイナルギアですね、つまり前後のデフの減速比がちょっと低い方に設定されてまして、プラドよりさらに極低速で走れるようになってます。ヒルクライムに到着しました。このヒルクライム、シャドウ、20度以上は優にあると思うんですが、ここを登っていきたいと思います。このままドライブレンジのままゆっくりゆっくり登っていきます。 2WD の車でも勢いをつければ登れるかもしれませんけど、 4WD の車、こういうところをゆっくりトラクションを確かめながら登ることができます。このまま何事もなしに登っていけるかな。ちょっと路面が荒れてきました。足が浮くかもしれません。はい、ここで今右の後輪と左の前輪が浮き気味になって空転してます。で、この状態からこの車にはアクティブトラクションコントロールがついているので、アクセルを踏みますだけでこのようにクリアできます。空転しているタイヤにブレーキをかけることで設置しているタイヤにトラクションをかけていきます。難なく登ってきました。最高出力204馬力、最大トルク500ニュートン。この500ニュートンという大きなトルクをエンジン回転数が低い1600回転から発生してくれるので、本当にアクセルを吹かさなくても今みたいな急な坂ぐいぐい登っていってくれます。で、ここからとても急な下り坂に入ります。で、ここで活躍するのがダウンヒルアシスト、ダックと呼ばれているものですね。四輪のブレーキをですね、個別に適正に下り坂の滑りやすい路面でもかけてくれるというもので、時速4キロを目指したと呼ばれるこのローレンジのダウンヒルアシストコントロール、本当にゆっくり、しかもタイヤを滑らさないようにして降りてくれています。ブレーキはペダルは踏みません。なのでアクセルワーク、ブレーキワーク関係なくステアリングワークに集中できます。それと、このブレーキ制御、何もこう嫌な音がしないのがいいですよね。こう一昔前であればこれ壊れてるんじゃないのっていうなんか苦情とかがディーラーに行ったみたいなんですけど、そういった嫌な音が一切しないのがいいなと思います。はい、ダウンヒルアシストコントロールいいですね。これはオフロード走るときに入れっぱなしにするのもいいと思いますし、私は自分でコントロールしたいので一旦外します。というのも、この70、さっきからお伝えしているように、ローレンジのローギアで十分に速度が
落ちるので、こういった坂でも、十分にエンジンブレーキ効きます。はい、じゃあ次はロックセクション行ってみましょう。ロックセクション大切なのはライン取りなんですが、はい、ここもやはりローレンジの、ドライブレンジで行きたいと思います。こういった車でロックセクションを走るときは、ポンポン跳ねるようなスピードで、速いスピードで行くのではなくて、四輪が今どう設置しているのかなっていうことを確かめながら、そのグリップ感を楽しみながら走るといいと思います。もちろん、皆さん、70を買った暁にはそんなにこうバンパーとかぶつけたくないと思うので、しっかりと、車ぶつけないラインを選びましょう。ただこの70、サイドステップの位置も高いですし、アプローチアングル、リパーチアングルも結構あるので、このぐらいのロックセクションではぶつからないですよね。そしてこのエンジントルク、今ほとんどクリーピングプラスアルファぐらいでやってます。すごく楽ですね。自分のアクセルマークで、超えてるのはほんのちょっとで、クリーピングを使いながら今のロックセクションを楽しむことができました。車の揺れも少ないし、おそらく後席もね、乗り心地そんな悪くないですよね。次はモーグル地形に行きます。モーグルというのはスキーのモーグルのように小さなコブ、大きなコブが連続して、そこを走る際に前後左右のタイヤが浮いて空転するような地形、そこを試してみたいと思います。わざと対角線のタイヤが浮くようなライン取りでいきますよ。はい、斜めに入ってあって、ここもねフロントバンパーぶつかりそうなんですけど大丈夫なんですよね。この辺で、はい、これ先ほどのヒルクライムより分かりやすいと思います。今度は右前輪と左後輪が空転してます。でこの車はアクティブトラクションコントロールがついているので、空転しているタイヤをブレーキでこうつまんでくれることによって、反対側の設置しているタイヤがトラクションを得てくれるので、このまま踏んでいきます。まだ踏み出します。はい、行きました。はい、こんな感じで、モーグル対角線スタックからも簡単に抜け出すことができますよね。このね対角線スタックの姿勢も新たにこう設定された長いスパンのリアサス、そして、柔らかくなったリアサスのおかげで、後ろの足のね食いつき、つまり伸び縮みがねすごくいいんですよね。今までの70よりモーグル地形、これ得意になってるかもしれませんね。次はキャンバー地形に行きたいと思います。キャンバー地形は車が斜めになる、そういった地形ですよね。メーカーによって事前にこう厳しいキャンバーテストを受けているので、腰高な SUV といえども結構な斜度まで大丈夫です。はい、私ちょっと怖いです。でも右に倒れていきそうな気配はないですね。はい、じゃあちょっとハイレンジにしてダートを走ってみたいと思います。前後のサスペンション、それからエンジン、どんな感触なのか確かめてみたいと思います。やっぱりこの出足がいいですね。この500ニュートンの大トルクを1600回転から発生するっていう、この出足の良さ、ハイレンジにして改めてこの70に組み合わされたこのユニット、そしてミッションのギア比の良さを感じます。このデコボコ地形を走ってるんですけど、突き上げ感が少なくて、特にリアの収まりがいいですね。路面との接地感もすごくいいです。リアサスが柔らかいことも相まって、ダートを走らせたら今回の、再販70一番いいんじゃないかなって思うぐらいの出来ですね。だんだん70欲しくなってきました。これこのぐらいの速度域で走れると日本の林道も楽しいなと思います。じゃあ次はですね、ヒルクライムに張り付いて、そこから再発進という状況設定をしてみましょう。じゃあローレンジで、登り始めます。
結構急な坂ですよ。普通に25度とか30度とかありそうな坂です。ここで途中でわざと止まります。登れちゃうんですけど止まります。で一旦こうやってブレーキを踏んで止まるとこの位置を、ホールドしてくれます。どのぐらいホールドしてくれるのか試してみたいと思います。1、2、3、はい、3秒ぐらいで後ろ下がり始めますね。はい、次は踏んでみたいと思います。ブレーキを離して1、2、このぐらいから前進前進、うん、坂道でも落ち着いて発進できますよね。この機能嬉しいです。次は上りのモーグル地形に行きます。モーグルに上りの、アンジュレーション組み合わさると、車が前進するのが厳しくなります。場合によっては、スタックしますし路面を掘ってニッチもサッチも行かないというような状況にもなります。そこで登場する殿下の宝刀ランクルといえばの秘密兵器試してみたいと思います。皆さんも想像はついているでしょうか。やはり、対角線スタックを誘発する地形に入っていきます。はい、ここで対角線スタックです。フロントの右タイヤリアの左タイヤが回ってます。空転してますね。でこの状況でアクセルを踏み出せばアクティブトラクションコントロールが効いてと行きたいとこなんですがちょっと難しい。はい、ここでデフロックです。まずリアのデフロックを入れます。デフロックというのはつまりデフをロックする機能です。つまりスタックしても、右タイヤ左タイヤがどちらかが空転するということがなくなるんですよね。この状況で発進、簡単に発進しました。はい、デフロックの威力すごいです。このままいけるかな。今リアだけデフロックの状態です。リアデフロックでも辛い状況。ここから先のさらにもう一つの武器を、はい、これで前後デフロックです。フロントとリアの、デフをロックしたことによって4つのタイヤ全てが同じ速さで回ります。さあ踏んでいきますよ。めっちゃ簡単に登った。これはすごい。このアンジュレーション、この坂をこんなに簡単に登るんですね。いやもうね、ランクルといえばデフロックですけどこれを標準にしてくれて本当に良かった。で皆さんデフロック注意しなきゃいけないのは、すごく便利な装備なんですが、これ本当にどこでも登ってしまうのでこのフロントとリアのデフロックを入れたまま、例えばスピードを出したりしたときにこのね両脇のこの高い乗り面すら登っていっちゃうんですよ。そうすると車が横転なんてことになるのでこう殿下の宝刀デフロックは使い終わったら元に戻しましょう。でこのデフロックは時速8キロまでなら走行中にもオンオフできるという、信じられないような、昔をね知ってる僕からしたら信じられないような設定になっているので本当に楽です。今回発売された70は3ナンバーになりましたよね。荷物を大量に乗せるバンの車というより中に乗ってる人がより快適に過ごせる。ヘッドレストもワゴン登録に合わせて衝突安全に適したものにしていると聞いてますし、リアシートが、ランドクルーザー300のフレームを使っているということだったので実際にオフロードで乗ってみて本当に乗り心地いいですね。いやー70面白すぎます。このオフロードをノーマル車でタイヤのカスタマイズもせずにどこも傷つけずに持ってる武器だけで走り切ってしまうっていうこの楽しさ、これはいや絶対欲しくなりますね。はい、いかがでしたでしょうか。僕はですね人生の最後に免許返納まで憧れのランクルに乗りたいと思ってこの子普段乗ってますなんですけど、今日70の試乗してみてオフロード本当に楽しいんですよね。この車欲しくなりました。